林家菊丸は、落語家。落語協会所属。福岡県北九州市八幡東区出身。本名、高田大輔。福岡県立東地区高等学校卒業後、1996年11月、初代、林家菊造に入門。前座名18。翌年3月、学野入り。2000年5月、に詰め昇進。林家菊丸に改名。 2010年9月、入選定選佐藤、三遊亭王二丸、三代目新喜老流玉、五代目柳屋商船と共に、新内昇進。辰川恋八に顔が似ている。菊間路の新内昇進パーティーで、恋八が受付をしていた際、親戚が間違って、恋八に、あんた、早く着物に着替えなさいよと声をかけた。小学生時代に、子供会の廃品回収で、 サオトメ愛のヌード写真集を入手。写真集は秘密の場所で大事に保管していた。後日、友人数名と秘密の場所へ向かっていると、前からサオトメ愛写真集を脇に抱えた、工事のおじさんとすれ違った。心が軽く折れる。隠していた大人の雑誌を取りに、秘密の場所へ行ったところ、野生の猿と遭遇。小学校の修学旅行で習った。 高崎山での猿の対処法、目を合わせるな、ポケットに手を入れるなを即座に実行指南を逃れる。本人、なかなかのサイズの猿。中学3年生の文化祭、クラスの出し物竹取物語で自戦で、主人公、かぐや姫を演じる。ありがとうございます。